八千代市立八千代大西中学校は、千葉県八千代市にある中学校である。通称は、西中や八千西。八千代大西中学校は、創立から40年以上が経過しているため、校舎などに損傷が見られる。また、耐震化基準を満たしていないため、平成25年度より、校舎の耐震化工事が行われている。八千代大西中学校は、 読書を推進している。そのため、朝の15分間、学習委員が中心となり朝読書を行っている。また、八千代大西中学校の図書室には、市内でも珍しく、漫画が所蔵されており、その影響もあるのか、図書室の利用者数は、市内でも1位、2位を争うほど多い。平成25年度より、新しい伝統として、無言清掃を開始した。 これは、清掃時間の10分間、集中力を高めるという狙いがある。創立記念日などの記念日はない。清掃は、男子は白のワイシャツに学ラン。女子は、紺色の長袖セーラー服。逆装は、男子は上着を着ていない状態。女子は半袖で、白基調の学校指定のセーラー服を着ている状態を、指す。体操服は、学校指定のものに限り。 当期はその上に学校指定の上着を着る。授業中は授業参観、公開研究会の時など一部を除いて原則体操服姿で行う。八千代第二中学校では3年間学校のためにひたむきに貢献してきた生徒に学校賞を無言清掃の際に一学期間無言で熱心に清掃を行った者に清掃も反省徒賞をさらに それを一年間続けると、特別清掃模範生徒賞を、自ら進んで全校を行ったものに、ロイヤルブルー賞をそれぞれ表彰している。八千代第二市中学校は、八千代中学校の急激な生徒の増加に伴い、新設することが昭和49年度に決定し、創立された。合唱コンクール学校組織として、生徒会執行部、部活動及び部長会、顧問会、 委員会、学年協議会、パートリーダー会、フロアリーダー会がある。執行部員は毎年9月に行われる役員選挙において、会長1名、執行部6名、計7名を選出する。西中学校は各学級のパートごとにパートリーダーというのがおり、歌声の向上に努めている。3年生は全校パートリーダー会を結成し、学校として 歌声の向上に努めている。学校の無言清掃を徹底するため、各フロア男女1名ずつ清掃リーダーを配置し、清掃の質の向上などを目指す。八千代第二西中学校では、部活動が必修化されている。運動部文化部教育目標は、気力溢れ知性と行動力豊かな生徒の育成。学習指標は、 質問する勇気を持て。主な伝統は、八千代大西中学校生徒手帳、入学のしおり、八千代大西中学校ホームページ。ありがとうございます。